サッカーファンの皆さん、こんにちは。スタジアムには雨が降っています。水を吸った芝が今日のゲームに思わぬ影響を与えるかもしれません。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのは明治安田生命 J1 リーグの一戦、見応えのある試合になりそうですね。どちらのチームにも戦略はあるでしょうが、思い通りにいかないのがサッカーです。そこが面白くもあるんですけどね。まあとにかく試合の方を見ていきましょう。ホームチームの先発メンバーです。福西さん、 4-4-2 のフォーメーションでしょうか。はい、選手同士の連携が重要です。ディフェンスはゾーン戦術、オフェンスはサイドを中心に組み立ててくるでしょう。前身のベルマーレ平塚時代に天皇杯を制しています。アジアカップウィナーズにも勝利しているんです。最近のタイトルですと2014年の J2 優勝ですね。この年は3試合しか負けなかったですし、素晴らしい総力でライバルを圧倒しました。湘南のキックオフで試合が始まります。どんな試合になるんでしょうか。相手に当たりスローインです。スローインでしたが味方につなげません。どうしたんでしょうか。ベルマーレが攻めに出ます。このシュートはブロックされました。コーナーキックを蹴った。このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたが、コースをうまく消されましたね。ドーグラス、慎重に攻撃を組み立てています。クリアが小さい。ボールをカット。レフリーはプレーオンを指示しています。高橋亮、タックルでボールがこぼれました。ボールを前に運びます。シュート、このシュートは大きく外れました。力が入りすぎたんでしょうか。もう少しコースを狙わないと、パワーがあっても意味がありません。あっと、今のでイエロー警告です。ファールで止めるしかありませんでしたか。ちょっと時間が早すぎるのが気になります。高橋亮、サイドが空いています。長木亮太、カードを承知の上でのファールにも見えました。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。相手にタックルしてポゼッションも取り返しました。今ならカウンターで数的優位を作れそうです。チャンスを生かすことができるか。決まった、先制ゴールです。
リプレイを見てみましょう。すべてはこの突破から始まりました。うまく頭で合わせてフィニッシュ。素晴らしい反応でしたね。このタックルはファールを取られます。おそらくイエローでしょう。今のファールにカードの判定。レフェリーはよく見ていましたね。今のプレーは失敗でしたね。イエローが出る可能性があります。このタックルはちょっと無謀でした。危険なプレーですね。スローインが与えられます。ディフェンダーを抜いた。あの位置でのファールは、やはり PK の判定です。 PK、 主審は PK を指示。ボールに行っていたかですよね。 PK でも文句は言えないんじゃないでしょうか。これを決めて相手チームを引き離せるか。止まった。止めた。止められました。キーパーに威圧されたんではないでしょうか。コーナーです。リードを広げるチャンスでしょう。ボールはエリアへ。これはミスか。クリアしきれません。タックルが決まった。ボールを奪取しました。さあクロスか。ここはオフサイドフラッグが上がっています。受け手と出し手の意思疎通ができていませんね。もう少しパスを出すのを待つべきでした。周りをよく見ています。スペースに抜けようかという場面ですが、オフサイドです。飛び出すタイミングが早すぎましたね。アイデア自体は良かったと思いますよ。ボールを失った。ドーグラス仕掛けてきました。チャンスになりそうです。ゴール前にクロスが入ります。ゴール。これで2点差。リードを広げます。リプレイですね。クロスをここぞというところに入れてきました。そして最後はうまく頭で合わせました。さらに点差を広げたことで監督の表情にも明るさが見えてきましたね。ボールポゼッションは相手に渡ります。ホームチームのボール支配率が高くなっています。自分たちのペースで試合を進めていますね。この状態を維持している限り負ける要素はないでしょう。ベルマーレが攻めに出ます。攻撃はここまででしたね。相手チームにボールが渡ります。中を狙ってきましたが味方に合いません。もしイエローが出れば2枚目になりますが、フリーキックです。あわや2枚目のイエローカードといった状況でした。もうちょっとうまくやってほしいですね。これは見事なインターセプト。
パスは通さない。試合を止めていた分、アディショナルタイムが2分追加されます。パスしたボールはまっすぐ相手に渡ります。前半戦が終わりました。試合をリードしているのは後半戦キックオフ。ハーフタイムに監督から何か指示が出ているでしょうか。戦術の変更にも注目です。サイドが空いています。タックルが決まりましたが、スローインです。弾きましたが、ここはプレーを切りたい。見事なセーブ。ここはしのぎました。さあカウンターを仕掛けるか。しかし今のはすごいセーブでしたね。ゴールキーパーを褒めるべきでしょう。カウンターアタックに入りましたが、ボールを奪われました。三つ丸ひろむ、ゴールを見る。1対1の場面でしたが、キーパーが見事に対処しました。思い切りが良かったんですかね。スーパーセーブでチームを救いました。ボールが中央へ向かう。選手の交代があります。退場は避けたいですからね。ボールを入れた。ゴール。ボレーシュートを沈めてきました。コーナーキックのリプレイです。ペナルティーエリアの端へ入れてきました。至近距離ですから、落ち着いて合わせるだけでしたね。ここでボールを取り返しました。仕掛けてくるのか。このミスは痛い。相手にパスを出してしまいました。ドリブルで相手ゴールに迫ります。仕掛けられません。ボールは相手に渡りました。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。ここで狙いたい。チャンスをものにできるか。あっとポストだ。ディフェンスの選手が止めた。キーパー見事に止めた。あの距離からのシュートによく反応しました。さあボールを蹴った。あわやという場面でしたが、これでひとまず安心です。笛は鳴らない。アドバンテージを取りました。ここは抜いてくるのか。しのぎきれるのか。ゴールキーパーが鮮やかなセーブを見せましたね。あれは入っていてもおかしく、ハンドがありました。意図的ではなさそうでしたけどね。いいボールが出ます。このシュートはどうだ。これはまだありそうですが、決まった。これで2ゴール目。この選手はノリに乗っています。
頭でしっかりボールを捉えてますね。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。うまく読んでいましたね。主審がファールを取りました。相手のフリーキックで再開です。ボールを前に運んでいく。ここは一気に攻め込んでいくのか。何をしてくるのか。いいパスだ。これで決まるか。ゴール。ボールは無人のゴールに吸い込まれていきました。ゴール前がガラ空きでしたね。キーパーはどこに行っちゃったんでしょうか。大量リード。もらって監督も自然に笑みがこぼれています。交代選手がピッチの脇に待機しています。ファールがあったもののアドバンテージを見ています。さあ決められるか。危ない場面でしたがうまくパスをカットしました。中には入れさせない。いいところを見ていました。いや、相手チームも読んでいたようです。ライン際でキープしました。三原正俊。カットしました。カウンターのチャンス。ここは決めたい。カウンターになります。早く戻らないと防ぎきれません。山田直樹。ルーズボールになっています。試合終盤に決まった。まだまだ得点差があって厳しいですが、最後まで結果は分かりませんよ。席を後にする観客も出始めていましたが、ゴールを決めました。逆転は現実的に難しそうですが、選手はまだ諦めていませんよ。いいところを見ていました。どんなプレーを狙っているでしょうか。深くえぐってからのクロスです。これはまだまだ行くんじゃないでしょうか。リプレーを見てみましょうか。このマイナスのパスが決定的なチャンスを作り出します。そしてこのシュートです。激しい当たりをものともせず決めてきました。それにしても強いですね。
試合終了です。アウェーチームはこのリーグ戦に敗北を喫しました。今日はいいところが全くありませんでしたね。相手にあれだけ好きにやられればこのスコアも当然でしょう。今日の問題をしっかり修正して次の試合に臨んでほしいですね。